ブラチスラバ市電は、スロバキアの首都であるブラチスラバを走る路面電車。1895年に開通した世界で最も古い路面電車路線の一つで、2019年現在5つの系統が運行している。ブラチスラバ市内を走る路面電車は、都市名がプレスブルクであった1893年に建設許可を受けた。 ザルツブルクの技術者であるアレキサンダー・ベルナーラによって1895年8月27日に開通した電化路線をルーツに持つ。開業当時最先端の交通機関であった路面電車は高い評価を受け、翌年以降路線延伸や車両増備を行い、それまでブラチスラバの公共交通を担っていた乗り合い馬車を廃止に追い込んだ。開業当初は、 ブラチスラバ都市電気鉄道が運営していたが、路線網の急速な発展に伴い1898年に新たに設立された PVVV へと経営が受け継がれた。1907年以降は路線の複線化も実施されている。第一次世界大戦やチェコスロバキア成立を経た1921年には、ブラチスラバ市電気鉄道に経営権が移管され、 翌1922年に社名をブラチスラバ電力参加会社に改めた。同社は1923年にスイスチューリッヒの企業であるエバグホールディングの完全子会社となっている。その後、1925年にブラチスラバ市との間で長年の運用で老朽が進んでいた市電の抜本的な近代化事業に関する契約を結び、系統の再編や新設、 設備更新などが行われた。その一方で、1927年から、ブラチスラバ電力参加会社は、路線バス事業にも乗り出し、運用開始に合わせて一部の路面電車系統の廃止が実施されている。その後も、路線バスの拡張とともに、路面電車の発展も続き、1935年には、ブラチスラバクランジスカ間を結んでいた。 電気鉄道の買収も実施された。1940年には、チェコスロバキア国内の車両の通行区分を右側通行に改めたことにより、一部車両の置き換えが行われている。だが、その一方で、ナチスドイツの海儡政権下に置かれた第二次、世界大戦時のブラチスラバ市電では、徴兵による人員不足から年金受給者や、 女性の雇用を余儀なくされる状況となった。また、1943年からは、防空壕も兼ねて、ブラチスラバ城の下に、トンネルの建設が行われたが終戦に間に合わず、使用を開始したのは1949年からとなった。そして1944年から続いた空襲や1945年4月7日に、起きたドイツ軍による破壊により、 同市の交通機関は甚大な被害を受ける形で終戦を迎えた。第二次世界大戦終戦後、ブラチスラバ市の公共交通機関は復旧工事が行われ、路面電車については1945年中に全線で運行を再開した。一方、1947年にブラチスラバ市とエバグホールディングの間で、ブラチスラバ電力参加会社の公営化に関する、 契約が成立したが、翌1948年に、チェコスロバキアが社会主義体制の国家、チェコスロバキア社会主義共和国になったことで、同社も国有化され、同年7月1日に市電をはじめとする交通機関の運営権は、ブラチスラバ国営首都交通へと移管した。1950年代は、都市の発展や路線網の拡充に伴い路面電車の輸送量が、 増加し、1958年をもって長年続いたに、軸車の導入が終了した一方、同年からは、アメリカ合衆国の高性能路面電車、PCC カーの技術を用いた、タトラ国営会社、スミーホフ工場製のタトラカーの導入が始まった。1970年代からは連接車が登場し、従来のタトラカーについても信用乗車方式を用いた。 連結運転が多数の系統で実施されるようになった。さらに、期間の変更やプラットフォームの高い床化を伴う高速化事業も計画されたものの、実現することはなかった。同年代以降はオイルショックの影響もあり、トロリーバスと共に路線の拡充が行われ、1984年にブラチスラバ電の路線規模は最大に達した。1990年からは、 軌道の大規模な修繕工事が行われ、1992年のビロードリコンによるチェコとスロバキアの分離を挟んだ1993年まで続いた。民主化後のブラチスラバ市内では、モータリーゼーションにより自家用車が増加し、運賃の値上げが加わって、収入の減少傾向が見られ、1992年12月23日に、 路面電車の14系統が廃止されたのを皮切りに、トロリーバスや路線バスを含めた路線の縮小が相次いだ。一方で、利便性の高い公共交通機関はその後も多くの乗客に利用され、90年代後半からは路線の新設も行われたほか、新型電車導入と並行して、旧型電車の更新工事も始まった。 運営母体についても1994年に、合詞会社のブラチスラバ交通企業会社に再編されている。2000年代以降は、他の交通機関と合わせたゾーン制の導入や、車両や設備の近代化などによりブラスチラバの公共交通機関の利用客は再度増加し始めた。2012年には、ダイヤ改正により、系統が大幅に見直され、 ラッシュ時のみ運行するものも含めて、ブラチスラバ市電は8系統による運用となり、2014年には、市電発の超低床電車である、シュコダトランスポーテーション製のフォアシティプラスが、営業運転を開始している。ブラチスラバ市電は、世界で最も古い電気鉄道の一つとして、多数の乗客に利用され続けており、2019年には、開通から124周年を迎えている。 また、1961年に、橋梁の老朽化によって一度廃止された、ペトルジャルカ方面への新路線の建設が進んでおり、2016年6月8日に第一期となる、延伸路線が開通している。ブラチスラバ市電を含めた、ブラチスラバ交通企業会社が運営する、公共交通機関は、乗客自身が乗車前に運賃を支払う信用乗車方式を導入している。 そのため、事前に、紙の乗車券を購入するか、非接触式、IC カード、BK や、スマートフォン用アプリを用いた支払いを行う必要がある。社内で実施される検察で、無賃乗車が発覚した場合、最大70ユーロ以上の罰金が科せられる。運賃は時間制及びゾーン制によって定められており、 初乗り運賃となる15分にゾーン間の料金は0.7ユーロで、BK やアプリを利用して支払う際には10%分の割引が行われる。この通常の乗車券に加えて、ブラチスラバ交通事業会社では、グループ利用券や追日券、定期券の発行も行っているほか、BK やアプリを用いた事前購入も可能である。これらは、ブラチスラバ市内の交通機関に加え、 スロバキア国鉄やレギオジェットが運営するブラチスラバ地域を発着する列車やスロバキアラインズが運営する郊外バス路線など地域輸送を目的とした交通機関との共通運賃となっている。2019年12月19日に実施されたダイヤ改正以降、ブラチスラバ市電では以下の5系統が運行している。この改正に伴い系統数が減少した一方、 運転間隔が短縮されており、平日には5分、ラッシュ時には4分、複数の系統が運行する区間では、日中でも最短2分間隔という高頻度運転が実施される。一方、休日でも最低7.5分間隔となり、輸送力が大幅に増大している。ブラチスラバ交通企業会社では、路面電車の長期運休を要する施設の近代化や、 新規路線の建設を進めており、2020年の春季にも再度ダイヤ改正を実施する予定である。開業以降、ブラチスラバ市電には、ハンガリーのガンツ製の車両が導入されていたが、第一次世界大戦以降は、タトラス中電化やオーストリアの SGP、さらに、ブラチスラバ市電の工場で生産された車両の導入が実施された。1958年からは、 タトラ国営会社、スミーホフ工場製のボギー車や連接車の導入が長期にわたって行われ、2010年代以降は、チェコのシコダトランスポーテーション製の超低小電車が登場している。以下に開設する営業用車両に加えて、ブラチスラバ市電では戦前製の二軸車や初のタトラカーであるタトラ T に営業運転に使用されているタトラカーの一部も、 導入時の原型に復元され動体保存運転に用いられている。タトラティ3960年から東側諸国へ向けて1万両以上が生産されたボギー車。ブラチスラバ市電には1968年から導入が始まり、1980年代まで計188両が導入された。利用客増加のため1980年からは2両編成の 連結運転が開始されたほか、後継車両の開発の遅れに伴い1982年以降は、ソビエト連邦向けに開発された T3SU や、同形式にチェコスロバキア向けの改良を施した T3 サックスが導入された。チェコスロバキア時代の1970年代後半に、制御方式を電気子直波制御方式に変更した T3M への 改造が一部車両に行われたほか、1990年代以降は T3G、T3S、T3AS、T3MOD、T3P、T3RPV など各種電気機器の更新や、車体の修繕、運転台や全面形状の更新などを実施した車両が導入されている。また、検測車に改造された車両も存在する一方、一両は、 導入当初の姿に復元された上で、胴体保存されている。タトラ系に1967年から、チェコスロバキアやソビエト連邦など、東側諸国各地に導入が行われた2社隊、連接車ブラチスラバ市電には1969年から1983年まで89両が導入された。1990年代以降は、 電気機器や運転台全面形状の変更。一部車両は、車体心臓も実施した K2S への更新が実施されたほか、事故で破損した一両も、復旧の際に制御装置を交換した K2G への改造工事が行われた。その一方で一両については導入当時の姿に復元され、胴体保存運転に用いられている。 タトラ T6A5 直線的な車体デザインや電力消費量を抑えたサイリスタチョッパ制御の導入など T3 から大幅に設計を変更したチェコスロバキア向けの標準型車両。ブラチスラバ市電は T6A5 が最初に導入された路線であり、1991年以降58両が導入された。シュコダ 29T。 シュコダトランスポーテーションが展開する超低床電車であるフォアシティプラスの位置形式。回転軸を有するボギー台車が設置された車端部を除き、車内の88%が床上高さ 350mm の低床構造となっている。2015年4月28日から営業運転を開始し30両が導入されている。シュコダ 30T ォアシティプラスのうち、 車体両側に運転台が設置されている、両運転台車両で、車内の低照率は92%である。30両が導入されており、ループ線が存在しない、ペトルジャルカ方面で、集中的に用いられる。ありがとうございます。